輝く笑顔と才色兼備の魅力を大谷翔平と共に輝くキルステン・ワトソンの素顔。大谷翔平投手と共にファンフェスタに登場した米国のキルステン・ワトソン。その魅力的な笑顔が米ファンの熱い注目を浴び、その素顔に迫る動画が公開されました。彼女の存在が大谷のファンにとって特別な瞬間を提供しています。大谷の左隣で微笑むワトソンの笑顔は、まさに美しさと魅力の絶妙な融合。米ファンからの称賛の声が絶えない中、彼女の魅力に共感せずにはいられません。君の笑顔は本当に美しい、いつも通り最高だね、キルステンとのコメントが、その魅力を物語っています。身長1メートル93の大谷に匹敵する目線で、報道陣の中心に立つワトソン。彼女が大谷に向けた満面の笑顔は、スーパースターとのコミュニケーションを楽しんでいる様子が伝わります。ファンフェスタ後、ワトソンはインスタグラムで大谷に対する動画やイベント参加の様子を公開し、米ファンからも熱い視線を浴びています。キャリアの裏側に迫るコメントやファンとの交流が、その人気の理由を明らかにしています。さらにワトソンさんのキャリアを振り返ると、彼女はコロンビア大学を卒業後、同大のジャーナリズム大学院で修士号を取得した優秀な才女でした。その後、全米体育協会 NCAA ディビジョン1に属する同大のバレーボール部でプレーし、文武両道への真摯な姿勢が垣間見えます。彼女の編入前の経歴にも注目が集まります。所属したノースウェスタン大では身長6フィート2インチ約188センチという圧倒的な背丈で、その存在感を際立たせていました。この経歴が、彼女が大谷と同じくらいの目線でインタビューを行う理由にもつながっているのでしょう。そして、ワトソンさんはスポーツネットロサンゼルスでドジャースのメインレポーターとして活躍。ヒーローインタビューや重要なイベントで選手の声をファンに届ける役割を果たしています。彼女の報道スタイルは、プレーの魅力だけでなく、選手たちの人間性も引き立て、ファンとの絆を深めています。そして、大谷の情報を知りたい日本のファンにとって、ワトソンさんの活躍は特に重要。彼女が見せる才色兼備な姿勢は、ファンと選手との橋渡しとなり、視聴者に感動と興奮を届けています。ワトソンさんがインスタグラムで共有する動画やコメントは、そのプロフェッショナリズムと同時に、温かい人間性も感じさせてくれます。こうして、大谷翔平とキルステン・ワトソンが共に舞台に立ち、笑顔でつながる瞬間。それは単なる報道の一環だけでなく、ファンと選手の結びつきを深め、感動を共有する素晴らしい機会です。大谷のファンにとって、ワトソンさんの存在はまさに特別なものであり、これからもその魅力をたくさんの人に届けてくれることでしょう。